場所を忘れた時は鏡の中に探しに行くよ。ぶつった人に尋ねるよ。誰だったんですか？バンプオブチキン。違うと思う。スマイル。知らないんだ、高見さん。コードは。高見さん、ビーズの曲なんか歌ったことあるか？ビーズですか？うん。ビーズの。ウルトラソウルですかね？ビーズの、さまよえる青い弾丸っていう曲があるんだよ。さまよえる青い弾丸。風の強い日は荒れる日。そんなの構っていられない。知ってるか？知らないです。知らないだろ。知らない。高見さんね、勉強不足。俺ね、かねてからお前に会ったら言おうと思ってた。はい、勉強不足だよ。すいません。ジュジュって知ってるか？ジュジュ。知ってますよ。ジュジュ。ええ、ジュジュの、また明日っていう曲があるんだ。ジュジュのまた明日ありますよ。250ね。また明日。沈む夕日に、赤く染まる帰り道で。なんかみんな昭和歌謡のような雰囲気になってますけどね。まだ跳ねてないだけいいですよね。ジュディ&マリー知ってか？名前だけはもう。クジラ12号って曲があるんだよ。クジラ12号って。クジラ12号ですか？クジラが12号。これ結構でも、タクロさんのコードっぽいですよ。この進行が。クラッカーとチーズとワインで、フル回転のスクリューはグー。スライダーでジッパー弾む。これ始まってんのもう。はいばっかり。これ始まってんの。はいばっかり。これ今始まってんの。始まってんの。始まったら始まったって言わんの。高見さん。はい。高見さん。ちょっと熱い。世の中を知らなすぎるよ。番組ってのこれ始まってんの。始まってる時にこうやって お茶が来たりするんだよ。はい。始まってる時にカフェモカ。そうだよ。カフェモカ、アイスカフェモカ。そう、探同じもの。うまいよ、これ。この。ロクロビレトレスカフェモカ。クジラ12号で。クジラ12号ですね。でも坂崎もあれだな、コード見た時目近くないかお前。近くなったんだ。最近見えない。最近ね、眼鏡かけて見えなくなっちゃうんですよ。カラ、ね、カラっては有名な韓国のグループだよ。そうです。ゴーゴーサマー。ゴーゴーサマー。ゴーゴーサマー。Here we are, here we you are。これあれだ、英語読んでるだけで前時間がかかっちゃうから。いや読んでるだけで時間かかっちゃうからやめとこう。すごいですね、うん、これどういう番組なんですかこれ。今やっこがそろそろ高見沢さん紹介しろって言ってますけど。あ、高見沢いいじゃないですか。今夜のゲスト元ビートボーイズ。ゲストなんですか僕。元ビートボーイズの高見沢。元ビートボーイズの高見沢。やっと覆面取りました。こんばんは。どうも、はい、ずっと王子様のままでいるらしいんだけど、はい、昔テレビを一緒にやってる頃に、はい、その王様に、ね、なり損なった。なれない。なれない。王様になれない王子という。王子ということだったんだけど。称号を高田さんいただきましたですね。そういうことからすると、はい、このまま、まあ、来年あたり、大きい大台の、大台に乗っちゃうんだ。大台乗っちゃう。年齢的な。そうなんですよ。これで、やっぱり60で王子っていうのはさ、どうなんですかね。どうなんだろう。これやっぱり自分でも疑問を感じますよ、これは。そう。ええ。うん、許されないと思うんですよ。世間がさ、ええ、お前許さないよ。許さないと思うんですよ。世間はね、そんな、世間は甘く見ちゃいかん。いや、甘く見てないですよ。お前。結構きつく見てますよ、僕は。そう、世間はね、お前を許さないと。俺を許さない。高見沢敏彦っていう男を許さない。許さない。許さない。私は許さない人なんですか。60過ぎて王子とか名乗ってたら、許さない。いや、決して自分から名乗ってるわけじゃないんですよ。どこのババアが王子さん。いやいや、拓郎さんですよ、全部。俺はもう番組終わると思ったら、もう言いたい放題だよ。3回ですからね。あと3回だった。今日入れて3回です、ね。ババアだ、じじいだって。思いっきり言いたいこと言ってやろう。いや、コンサートでも随分言ってんじゃないですか。もう怖いものはない。ねえ。ない。うん。手拍子が乾いてるだろう。ところで、坂崎と高見沢っていうのは、はい、こうやって言うのに、二人でこう、一緒にマイクに向かったりすることあるの？ありますよ。今はラジオやってますから。あ、今ラジオやってる。三人でやってるんですけど、たまに桜井来ない時ある。来ない時あるんですよ。だから二人でやる。俺みたいなやつだ。まあ俺がこれ行かない時もあるんですけど。ローテーションでやるんですけどね。ローテーション。はい。三人いるんで一人でやったり。楽な番組やってるんでまた。そういうのがあるんで。三人いるんで。そういう時は高見だと二人で喋ったりもします。二人で喋ったその普段プライベートでは、なんて呼び合うの？高見沢。坂崎。ですつまんないでしょ普通ですすごくつまんない普通だって変ですよトシちゃんとこうちゃんとは言わないですけどめっちゃいいですよ言わないですね
だだねねえ君とかね。ねえ君、ねえ君、ねえ君何を話してるの？あなんだっけそれ？あ知ってるぞね。待って。地下鉄に乗って。あ飛ばすじゃなかったっけ？え飛ばすじゃなかった？飛ばす飛ばすに乗って飛ばすじゃない。高見さん、ね、お前俺の歌をバカにしていやこれ高見さん作ったんです。俺はお前飛ばすに乗ってなんて作ったことないよ。地下鉄に飛ばす。ワンコでワンコ飛ばすに乗ってて俺お前そんな歌作った飛ばすじゃなかった飛ばすと